こんにちは、ゆかつです。今日のウクレレですね、かなりすごいですよ。こちらになります。じゃじゃん。はい、フェンダーフラートンウクレレのストラトキャスタータイプ、カラーはサンバーストです。以前私がですね、気になってるウクレレ9連発っていう動画で取り上げましたけど、やっと日本でもこれ発売になりましたので、今回はですね、楽天市場の池部楽器さんでポチッとゲットさせていただきました。私が購入した価格は 21,600 円で、税込みですと 23,760 円でした。でシリーズ的にはですね、テレキャスターシェイプはバタースコッチブロンドとブラックのカラー、2カラーですね。でジャズマスターシェイプはオリンピックホワイトとタイドプールブルーの、2種類で、全部で3機種6カラーあります。まあ、6タイプです。どれ買うか結構迷いますよね。いっそ全部買っとくかみたいな。で私2週間弱使ってますけれども、このフェンダーギターの形をしたウクレレということで、もうとても特別な感じがあります。特別感があります。で所有欲を満たせるウクレレだと思いますし、この仕様で2万円台前半で購入できるっていうのはちょっとびっくりですよね。ちなみにその流通量はですね、潤沢とは言えませんで、タイプやカラーによっては納期数ヶ月っていうことのようです。お店によってね、在庫があったりなかったりっていう場合もありますので、気になってる人は気長にいろんなお店をチェックしてみてください。さて、ということでですね、ユーカーサーは6タイプの中からこのストラスのサンバーストをセレクトしたわけですけれども、ボディシェイプによってはいくつか仕様の異なる点もあるかもしれませんので、この動画ではあくまでストラトシェイプのご紹介という点でご了解をお願いいたします。じゃあ全体眺めてみましょう。では各部の紹介ですね。ボディトップがですね、スプルースの合板です。でサイドバック、これがマホガニーですね。でネックはですね、ワンピースのメープルです。そして指板およびブリッジがウォルナット、クルミの木ですね。でサドルおよびナットがシンセティックボーンということなので、これ合成素材が使われています。でナットの幅は 35mm で、ペグはこんな感じのクルーソンタイプのギアペグで、ペグボタンはですね、これ金属のように見えますけれども、プラスチックにシルバーのメッキ加工がされています。でビッグガードはですね、プラスチックの一枚板なんだろうなと最初は思ってたんですけれども、そうではなくてですね、木材の薄い板の表面にプラスチックを貼り付けてある2プライ構造になっていました。で塗装はですね、こんな感じのポリウレタン系のグロス仕上げになっています。でネックもこのようにグロスの仕上げになっていますね。でボディのこう前周とですね、ネックの指板の両サイド、指板のエンドもそうなんですけども、クリームカラーのセルロイドバインディングが入ってます。これがあることでかなりギターっぽい見た目になってますよね。これあるなしだと随分見た目違うと思います。サイドポジションマーカーもちゃんと入ってますね。そしてこれはエレウクなので、アンダーサドルにピエゾピックアップ組み込まれてます。でプリアンプのコントローラーはここで、ノブはワンボリュームワントーンですね。でここがチューナーの起動ボタンです。カラー液晶が使われてますね。いいですね。電源は、ボタン電池ですね、 CR2302 2つで駆動します。で交換はここから
このボックス開いて交換をしていきます。シールドジャックはこちらですね、ボディエンドの少し下側、ここについています。個体のコンディションです。でこの個体なんですけれども、12フレットの弦高が 3.1 ミリあります。1フレットで 0.7 ミリです。12フレットちょっと高いですね、コンサートとしてはかなり高いので 2.5 ミリまでは下げたいかなと思います。弦のテンションがかなり強く感じられて、ハイコードはかなり抑えづらいです。スーパーナイルガットっていう弦はもう少しソフトな印象ありましたけど、なぜかこれはナイルガット並みに硬く感じますね。なおオクターブピッチはですね、10セント前後のシャープってことなので、なかなか優秀な感じでした。ではサウンドチェックいってみましょう。はい、こんな感じですね。生音ですと、なるほどねという感じの音です。エレクですから、アンプにつないで音出しもしてみましょう。使用するアンプはおなじみヤマハの THR5S。 マイクタイプはコンデンサーにしておきます。でブレンドノブはダイレクト、マスターをセンター、トーンをセンター、エフェクトは両方ともゼロにして、でボリュームはマイクの感度に合わせてちょっと調整していきますので、それでストラトちゃんの方のセッティングなんですけれども、ボリュームはフルテンにしてあります。でまずトーンはですね、センターでいっています。後ほど、フルテンとゼロにした時の音で比べていますね。ゼロにしました。
じゃあせっかくなんでマイクタイプをエレキギターにして歪ませてみましょう。ゲインマックスまで上げて、マスターもちょっと高め、トーンを少し入れて、コンプトコーラスかけます。リバーブをちょっとかけて、これいってみましょうか。はい、いかがだったでしょうか。アンプ経由の音の方が、ちょっと歪ませた音ぐらいの方が、このウクレレの見た目には合った感じで安心するかなという気がしますね。じゃあ詳しく見ていきたいんですけれども、まず何といってもこのボディ形状ですよね。3タイプありますけれども、このストラットが一番デコラティブな感じです。これどんな構造になってるのかっていうのを知りたいんですよね。私が特に気になってたのは、このボディ形状を支える横板です。普通のウクレレは、2ミリ前後の厚みの薄板をこうグイーッと曲げて、こうウクレレの瓢箪のような形、ボディの形状を作るんですけれども、そのやり方ですと、この尖ったところ、これホーンって言うんですけども、角ね、ホーン。この急角度で薄板曲げちゃったら、まず折れちゃいます。そこでですね、ボディの内部や、横板の外周をこうじっくり観察した結果、どうやらこの横板はですね、1枚の厚板をくり抜いて作ってあるようです。同じような構造の機材はこれまでレビューしたウクレレだとディ・アンジェリコがありました。1枚の板をくり抜いて、さらにこのボディの内部にあたる空間にあたる部分もさらにくり抜いて、こう捨てちゃうというか、切り取っちゃうので、木材の利用効率って意味では効率すごく悪くなっちゃうんですけども、これだけ複雑な形状のボディを構造的に支えるには、このやり方しかないんだろうなというふうにも思います。で、このホーンの部分、ここはですね、この辺りまでは詰まってます。木材が詰まっています。空間じゃないんですね。空間になってるのはここからこの辺りまで、ここから先は木が詰まってます。有効さはここにエンドピン打ちたいんですよ。なので空洞でなくてよかったです。ただですね、木目がこう縦に入ってるわけですから、ここにいきなりエンドピン打ち始めると木が割れちゃう可能性もあります。なのであらかじめドリルで下穴を開けて、じっくり割れないようにエンドピンを差し込んでいく必要があるので注意ですね。ボディエンドも同じくですね、木目がこう縦になってますんで、エンドピン刺すときには注意深くやった方がいいと思います。さて、ストラットのシェイプなんですけれども、個人的に期待していたことがあります。エンドピンつけたいって話はあって、でそのエンドピンつけられるぞって確認もできたんですけれども、でエンドピンを取り付けた時のバランスがですね、最もいいのがストラットキャスターのタイプだろうというふうに予想してました。ちょっと試してみます。これはですね、ここを支えてみるとですね、はい、ちょっと少し怖いですけども、はい、ボディの方が少し下がりますよね。通常はギタータイプのストラップウクレレにつけた時って、ネックの方がヘビーになってネック落ちしちゃうんですよ。このフラートンウクレレのストラットキャスタータイプの場合は、ここで釣ればなんとボディヘビーになってですね、ネックがちょうど演奏に一番向いた形で上を向いてくるという、でこれは素晴らしいということで、結果的に、予想的中ということになりました。別途エンドピンつけてまたご紹介してみたいと思いますけれども、テレキャスターは、このホーンがないので、もうちょっとネックヘビーになると思うんですよね。ジャズマスターはホーンが飛び出しているのと、あとボディがこうスラントしてるじゃないですか。少し下の方が出っ張ってるので、
ストラップで吊るした時のバランスはストラットキャスタータイプと同じようにバランスがいいんじゃないかなというふうに思います。それでこの機材、今までなかった機材っていうふうに言っていいと思います。要するにギターの世界で当たり前の形がやっと出てきたってことなんですけれども、これですねすごく重要な商材だと思います。ウクレレ市場の転機になる可能性もあるなと思ってまして、何言ってるかっていうと、ギターのプレイヤーの人たちがウクレレに興味を持つのにとても重要な位置づけの商材だというふうに思うんですね。でエレキギターを弾く人たちは基本的にユニットで音楽をやってます。要するにバンドを組んでるわけですよね。うん。で自分もまあ学生時代はそうでしたけれども、エレキやってるとアコースティック楽器ってほぼ眼中にないんですよね。で誤解を恐れず言えば、アコースティック楽器を下に見てたと思います。今でこそそんなこと全然ないんですけども、いや自分はエレキやってるからアコースティック楽器はいいや、ましてやウクレレなんてっていうふうに思ってる方も少なからずいらっしゃるんじゃないかなと思います。でもそのコピーブランドではなくフェンダー本家が販売するこの丸っきりギターのシェイプをしたウクレレですから、エレキ畑の人にとってはこうウクレレやってみようって敷居がぐんと下がったと思います。っていうかですね、眼中に入るウクレレがやっと出てきたっていうふうに言ってもいいと思います。で今までもですね、フェンダーは、これはストラットヘッドですけども、テレキャスタータイプのヘッドのウクレレを出してましたけども、このフルートンウクレレの販売開始で流れが変わるような気がしてます。でギター人口はですねウクレレ人口よりも圧倒的に多いですから、そういった方々がこのウクレレの発売を機会にですねウクレレに興味を持ってくださると、ウクレレ市場のさらなる発展につながるんじゃないかなというふうにも思います。で続きまして、この機材の弾き心地の話をしてみたいと思います。まずこの個体はですね、現行がコンサートとしてはかなり高めのセッティングになってるってこともありますけれども、弦のテンションがきつめに感じます。今12フレットで 3.1 ミリなので 2.5 ミリぐらいまで下げた方がいいかと思いますよね。でスケールはですね、実測で388ミリありました。で一般的なコンサートサイズよりも6ミリほど長いんですけれども、ほんのちょっとだけその6ミリですけれども、長いスケールっていうのが高めのテンションになる要因の一つになっているのかなとも推察されます。そしてネックなんですけれども、最初に握った印象があまり良くありませんでした。でこのネック自体はですね、少し厚めのこう丸っとした、まあ、C シェイプっていうんですかね、ネックなんですけれども、ヘッドにつながるあたりのですね造形が今一つなんですよね。ここの丸いところからだん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 こうヘッドの形に合わせて角張ってくるんですけども、1フレットあたりからもう形が変わり始めるんです。なので1フレット握ってる時と2フレットを握ってる時ではもう全然握り心地が違うし、まあ、3フレットぐらいまでいくとまた変わる。なのでローコードを中心に押さえてる時にはですね、角張った角材を握ってるような印象が若干あります。まあ塗装が施されてて艶やかなので、まあ、角材ってのは言い過ぎなんですけども、ネックとしては両肩の張った四角いネックというような握り心地になってます。フレット上がっていくとですね、四角い感じってのはなくなってくるんですけども、ネック全体がハイフレットに行くほどちょっと太くなってるんですよ。なので私のようなシェイク&グリップでコードを押さえるタイプのプレイヤーからすると、ちょっとハイフレットがもう少し握りづらい印象はありますかね。ヘッドに近いあたりのネックの造形もですね、ハイフレットあたりのネック幅の広さもですね、クラシカルグリップで演奏している方からするとあまり気にならないかもしれません。おそらく気にならないだろうと思います。なのでシェイクハンドで弾いている方は少し気になる可能性がありますと。だから買うのやめようって話じゃないんですけどね、そういう癖がありますよということです。それとヘッド形状から受ける影響についても触れておきます。このストラットキャスタータイプのアシンメトリーヘッドなんですけども、これとてもチャーミーなアイキャッチなのですごく素敵なんですけれども、ウクレレのサイズ感だとどうしてもこの予言の出っ張りがですね、ネックに近すぎちゃうんですよ。邪魔になっちゃうんです。でシェイク&グリップを使う場合、特にこう邪魔になっちゃいます。例えば G7 を押さえるときにはこう親指がですねこのヘッドに当たっちゃうんですよね。当たっちゃうから押さえられないってことはないんですけども、やっぱ気になります。2週間使ってきて、まあこういうもんだってことで体が慣れてきたので今はそうでもないんですけども、最初はここがあまりに近すぎてもう常に親指が当たるっていうのがすごく気になってました。
まあ先ほど申し上げましたように慣れの問題ですけどね。はい、そしてですね、このウクレレは、ネックがグロス塗装なんですね。私自身はすごく久しぶりにグロス塗装のネック握ってますけれども、肩の張ったネック形状、1フレット目、2フレット目ぐらいまでなんですけども、かつ夏で暑いこともありましてですね、手汗をかいてるとこうすごく突っかかってしまうんですね。で、これも慣れれば大きな問題ではないと思いますし、まあ冬場は関係ないっていうこともあるかもしれません。いずれにしろ私の場合はやっぱりネックはサテン塗装の方が好みかなというところですかね。まあ、それユーカースの好み。で、このウクレレのボディバランスなんですけれども、メープルネック、メープルってすごく硬い木ですから重いんですけども、かつ、ロングヘッドなのでかなりのネックヘビーです。はい、バランス的にはかなりネックが重いです。なので膝にこう抱えて弾く時でも、常にネックの重さを感じながら弾いてるっていう感じで、バランスに難ありという感じはします。やはりこの機材にはですね、エンドピンをつけてギタータイプのストラップで吊って演奏するのが似合いますし、演奏性も高まるんでいいんじゃないかなというふうに思います。で、総じてですね、このウクレレは購入したままの状態だと癖が強い、演奏しづらい印象が強いです。で、ブリッジなんですけれども、これはフェンダーのウクレレのシリーズだとテナーサイズのモンテシートと同じ形状だと思います。横幅が少し広めに取ってあって、グレッシャーのモデルなんかよりも少し高さも高くなってると思います。これ両サイドが薄く加工されてますね。で、グレースバンダーオールモデルやいくつかのフェンダーウクレレはあまりに小さすぎるブリッジで、こう接着剥がれの心配が必要でしたので、これだったら安心できると思います。それと面白いなと思ったのがですね、サドルですね。これ逆セットバック形状になってますね。私がよくやるチューニングはボディエンドの方を高くしてサウンドホール側を低くするんですけども、これ今逆になってまして、サウンドホール側が一番高いんですね。で、ボディエンドを低くしてあるという形になってます。なので、もし皆さんがですね、入手した個体がオクターブチューニングがすごくシャープしてるって状態の時には、サドルをですねひっくり返して前後逆にセットするだけでも随分変わります。ユーカースとしてはですね、アクイラのスーパーナイルガットの弦ってあまり好きじゃないので、これオルカスなどのフロロカーボン弦に交換した上で12フレットの弦高 2.5 ミリまで下げる調整をしていきたいと思います。まあ、その上でセットバックサドルをどう使うかっていうのはそのチューニングの中の要素になると思うんですけれども、チューニングの選択肢が多くあるっていうのは助かる点だと思います。で、音色に対してのコメントをしてみたいと思いますけれども、生音についてはですね、正直ちょっと今一つな印象はします。はい、うん、で、トップ材はスプルースといっても、まあ、スプルースの合板ですので、かつ厚みもですね、ピックガード含めて計測すると約3ミリあるんですね。で、ピックアップ関連の伝送系も組み込まれています。ここあとケーブルでも、このウクレはですね、生音は重要な評価ポイントではないと思います。なので、生音が本当に綺麗なウクレレが欲しいんだったら、わざわざこんなウクレレ買わないですよね。もっと本格的なウクレレのシェイプをした、本格的にウクレレで使われている材のウクレレを買えばいいんですけども、まあ、このウクレレを買うってことはですね、もっと違うところにロマンを感じてるわけですよ。ストラトのミニチュアウクレレ、テレキャスのミニチュアウクレレ、ジャズマスのミニチュアウクレレ、そういう唯一無二な点を評価するべき機材だと思います。なので、生音我慢しろってことではないんですけれども、まあ、チューニングしていろいろいい音が出せるように手を入れていけばいいと思うんですけども。で、ちなみにですね、サスティンはちょっと短めです。鳴らした時のサスティンは他の機材に比べるとちょっと短めかなと。特に1弦これ短めですね。これエンヤの M6 などにも共通で、こういうアシンメトリーヘッドの場合、このヘッドのナットからですね、ペグポストまでの距離が長くなっちゃうんで、どうしてもこう振動が食われて、サスティンが短めになっちゃいます。これはもうデザイン上の弱点ということなので、まあ、しょうがないというところですかね。ただ、まあ、開放弦なのでフレットを押さえて鳴らす分には特に関係がないです。で、伝送系についてなんですけれども、ケーブルの取り回しがちょっと気になりました。一応ですね、横板に見えますかね、多分見えないと思うんですけども、
横板にケーブルを取りまとめてある、固定してあるんですけども、そもそものケーブルが長すぎてですね、こう止めきれなくて余っちゃって中で動いちゃうんですよ。なので私の個体では余ったケーブルをなんとか処理しないといけない感じです。付属品なんですけども、付属品このフェンダーっていうロゴが入った黒のビグバッグです。ワンショルダー、ポケットはですね、マチのないタイプなのであまり物はたくさん入りません。で、これ何でしょう、これ、ね、保証書です。買ったお店、池部楽器さんのハンコをしてたんですけどね、こういうのいいですよね。あとこれ入ってます、これ、ね、シリカゲルですね。で、ボディの中に買った時入ってます。で、最初こう取り出すとですね、ガサガサ言うわけです、これが。で、あれっつって、なんかまた中で壊れちゃってるかもしれないって焦りましたけどね、安心しました。確かにそのフェンダーのウクレレはシリカゲル入ってたなと、確か。で、このギグバッグなんですけども、かなりでかいんですよ。わかりますね、これおそらくテナーサイズ、テナー用のギグバッグじゃないかと思うんですね。で、ストラットを入れると、まあ、ヘッド側はかなり余りが出ます。ただジャズマスターはですね、ボディがちょっと長いので、ジャズマスターだともう少しパッツンになるかもしれませんけども、おそらくギグバッグ同じものをシリーズで使ってるんだろうとは思いますけれども、普通のコンサート用のギグバッグはヘッドが長すぎて入らないので、テナーサイズが用意されてるってことだと思うんですけども、はい、ということですね。今日はフェンダーのフラートンウクレレストラトキャスタータイプサンバーストカラー、こちらの機材の紹介でした。ご参考になりましたでしょうか。よろしければチャンネル登録いただけると嬉しいです。で、動画気に入っていただけたらグッドボタンお願いいたします。以上、ご視聴ありがとうございました。